時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで、ここからは君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかのものじゃない。